私は語学留学のために6月4日に韓国に入り、現在は隔離施設に指定されているソウル市内のホテルにいます。韓国政府は4月以降、すべての入国者に2週間の隔離を義務付けました。自宅で隔離できる環境がない場合、指定された施設やホテルでの隔離になります。私が住む予定の場所は一部がシェアハウスのような形態であるため、自宅隔離ができず、2週間はホテルで生活することになりました。私は4日の夕方に日本を離れ、午後8時頃にインチョン空港に到着しました。飛行機を降り、まず防疫の窓口で体温検査がありました。機内で配布された健康状態調査票なども提出しました。その後、空港内にパネルで掲示されている QR コードをスマートフォンで読み取って、体調管理アプリをダウンロードするよう指示されました。アプリの登録内容のチェックを受けたり、様々な書類を記入しなければなりませんでした。機内はガラガラだったにもかかわらず、入国審査を通過できたのは到着から約1時間半後でした。韓国政府は入国者の空港鉄道や市内バス、地下鉄など一般的な交通手段の利用を禁止しています。自家乗用車での帰宅を推奨していますが、自家乗用車の利用が難しい人のために、専用の空港バスと高速鉄道 KTX の専用車両が用意されています。また、専用タクシーも待機しており、バスや高速鉄道が運行していない時間帯は、タクシーに乗って移動できるようにすることで、空港で長時間滞在することがないようになっています。私は夜の遅い時間に入国したため、タクシーで移動することになりました。運転手は防護服を着ており、運転席と客席の間にはビニールが貼られていました。ソウル市では入国者全員が PCR 検査を受ける決まりなので、通常はそのまま保健所に行き、PCR 検査を受けてから隔離場所に向かいますが、すでに保健所が閉まっている時間帯だったため、保健所は翌日に行くことになりました。隔離施設での生活を紹介します。1階部屋に入ると基本的には一歩も出られません。食事は1日3食、決まった時間帯にドアの前に配布され、職員とは対面しないようになっています。午前と午後に1回ずつ、空港でダウンロードしたアプリで、体温と体調を報告しなければなりません。体温計はホテルで支給されました。体調の報告は、咳は出ていないか、喉の痛みはないか、など簡単な質問でアプリに答える形式になっています。私が住む場所を管轄する保健所の場合、週末であっても、午前10時、午後8時までに報告がないと、保健所から連絡が来てしまいます。また、このアプリは位置情報機能と連動しており、外に出ていないか常時チェックされています。到着翌日、保健所に PCR 検査をしに行きました。ホテルのフロントに電話をすると、職員が専用シャトルバスの予約と手配をしてくれました。PCR 検査は屋外に臨時で設置された小さな個室の中で行われました。もちろん検査は無料です。結果は翌日に出て保健所から連絡が来ます。私は陰性でした。保健所でもらったマスクなどの救援物資セットの紹介をしたいと思います。まず、除菌スプレー 500ml、 体温計、手の除菌ジェル 500ml、マスク20枚です。ミネラルウォーター20本入り1ケースは無料で提供されました。追加で欲しい場合は1日2本まで
は無料で、それ以上になると、別売り1本あたり500ウォンを払わないといけません。ゴミは決まった日に職員が回収しに来てくれます。保健所から帰るとカカオトークと呼ばれる無料通信アプリで保健所から連絡がありました。保健所に携帯の電話番号を申告しているので、電話以外に SMS や通信機能アプリなどでも連絡が来るようです。韓国語に不安があることを伝えると、英語で様々な質問に対応してくれました。韓国の隔離体制は日本のものに比べると非常に厳格ですが、その分サポートが手厚く、外国人に対しても非常に細やかに対応していると感じました。